ダンケシン、ビッテシン、ヒヒリベティヒ、ありがとうどうも、俺あんた好き。ダンケシン、ビッテシン、ヒヒリベティヒ、ありがとうどうも、俺あんた好き。グッデンモルゲン、グッモーニング、スケンテーなんてクソくらえ。グッデンモルゲン、グッモーニング、常識なんてぶち壊せ。 Hey guys, what's up? This is the show。今日はね、久しぶりに俺の一日やります。まあ、全部映せないんだけど、まあ、ポイントポイントでカメラ回していきます。はい、ということで、まあ、とりあえず今着替えてます。今日はね、久しぶりにこの、エトロのスーツ着ますね。エトロ。はい、まずね、SIM 事務所。ここの3階だね。はい、ここに行って、まずは、ネットショップだったりとか、SIM の件、はい、やっていきます。S-Time?、ね、なんかさ、よくさ、俺が S-Time って言ってんだけど、何のことか分かんない人結構多いと思うから、S-Time とはね、俺がやってるブランドだったり、個人レベル。だったりとか、まあそういうものを意味する。そう、ここ。まあこんな感じで、はい。まあ新しいもの展示してますね。この辺は。もうこれ新作のパジャマ。L サイズはもう完売になっちゃったんだけど、L はちょっと残ってたりとか。あとこれも新作だね。新作の。ヘブンヘア、この辺とかもあります。で、そこのこのボードにはやることをバーって書いたりとかしてる。俺のデスクはもうなんか配信部屋になっちゃったよね、最近ね。このエトロのスーツもね、こんな感じかな。なんかわかるでしょ、俺が好きな感じが。うん、パンツも好きだね、すげえ好き。で、今日はね、打ち合わせ続きなんで、午前中、この後ね、まずアパレルの打ち合わせがあって、午後からは、六本木ヒルズで、ビッグプロジェクトのね、打ち合わせがあります。はい、今何やってるかというと、まずショーのね、オフィシャルホームページの確認だったりとか、あと S-Time のね、ネットショップとかもやってるんで、そこの、はい、ページの確認とか調整を今やってます。はい、今、8時半ぐらいかな。ちょっと海外でね、撮影があるんで、ワクチンパスポートの英語用のね、そのパスポートを受け取りに、健康福祉センター、健康福祉会館か、に向かってます。で、もう申請は出してて、必要書類も全部揃えて、この前提出してきて、今日は受け取るだけなんですけど、はい、それを受け取りに行きます。よし。無事に受け取りますね。新型コロナウイルス感染症予防接種証明書だ。受け取ってきました。よいしょ。なんか期限とかないみたいなんで、これずっと使えるみたいですね。なんか海外出るときはこの証明書必要で、日本に入ってくるときは72時間以内に PCR 検査を受けて陰性証明書が、ね、必要だからね。なんかよくあるのが、運転してる時に曲のね、こうパンチラインだったりとか、こうユニークなフレーズだったりとか、あ、これ歌いたいなとか、いろんなアイディアが舞い降りることがよくあるんですね。で、あとはそれ以外のいろんなアイディアだったりとか、プロモーションのアイディアだったりとか、
いろんなものがね、結構運転してるときに俺は前降りる。なんでね、このゴールドベンツはね、マジでアイディアの宝庫なんだよね、俺にとっての。安全運転する方でドライブ免許点数残り少ないやゴールド免許剥奪マジないなブルー免許ブルー免許安全運転する方でドライブ、はい、目的地の駐車場にちょっと早く着いたんで今からインスタライブやります。よし、今からね S タイムの新作の打ち合わせですね。まあ前もやったんだけど、もう少しいろいろ詰めていくところです。しっかり、はい、まあ、ブラッシュアップしていいものを作りますよ。あ、でもやっぱこのなんていうんですか、この薄い緑っぽいのやっぱいいですね。いいですよね。気分的にも。いいですね。わ、いいっす。めちゃめちゃ色いいっす。よし、無事に終わりましたね。まあ2時間ぐらいね、ちょっとしっかりいろいろ話してきました、まあ、かなりいい感じです。あ、今今日昼飯は中華ですね。なんか麻婆豆腐だけど、なんか牛肉がでかい麻婆豆腐だった。めっちゃうまかった。今日はね、この後六本木ヒルズで前回このビッグプロジェクトで打ち合わせがあったんですけど、今回も今日は会員制の場所でね、打ち合わせがあったんです。打ち合わせが今終わって3、大体1時間半ぐらいかな、1時間半ぐらい打ち合わせやって写真撮ってください。ああ、いいっすお願いします。ありがとうございます。なんか金ピカのベンツ乗ってる。はい、今SNS のね、ムービーを撮りました。で、今新曲の安全運転出してるんで、で、それの TikTok と、あと YouTube のショートを撮って、で、あと写真も、インスタの写真も撮ったんで、まあそれ、ちょっとね、この後渋谷行って確認して、って感じですね。今日は日本橋で撮影しましたね。めちゃめちゃ映えるんで、はい。いやー、この写真もいいね。これいいわ。これも、これはさっき SNS 用の写真を撮ったんですけど、それの写真の確認をしてますね。撮ったすぐと撮ってちょっと時間あげてみるのではまた見え方が変わってくるんで、でそれでまあ俺の中でいいなと思う写真をインスタだったりとか、たまにあのツイッターでつぶやきも含めてツイートしたりとかしてます。で今ね何やってるかというと、僕がプロデュースしてるパジャマを S タイムのインスタグラム、僕インスタグラムまずあの個人のページと、あとインスタのあのファンページと、あとブランドのページやってて、で今日ブランドの方に今この、ね、写真ね、これ撮ったんですけど、パジャマのこれを今から上げるところでございます。
このタイミングとかね結構僕重要にしてて、なんかこう、うん、いろいろ考えてこういうのもやってます。今ね渋谷に来ましたね。で渋谷にはね S タイムの完全予約制のショップがありますんで、今からそこで店のメンテです。今宇田川、ここのボヘミアの、これ後ろこれボヘミアってカフェあるんだけど、このボヘミアのこのビルですね、このビルのここの6階になります。はい、こんな感じで入ってきたら、そうね、まずは店でもね、この消毒アルコールスタンドで、ね、こちら足踏みの僕のデザインしたのがここに店に置いてある。やばいでしょ、こんな感じです。あ、いらっしゃいませ。あ、めっちゃ久しぶりっていうか、めちゃめちゃ かっこいいね。めちゃめちゃかっこいいじゃん、髪。今日やってきました。はい、す、かっけ。あ、S タイムの T シャツ、はい、めっちゃ似合ってる。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どう調子？めちゃめちゃいい感じです。あーす、すごいです。そうって感じ。あ、だパジャマ完売しちゃったっすね、ごめんなさいね。あの M が L しか残ってない。そう、でもあのこれの、あ、でも楽しみにしてください。また出すんでね、他のひょっとしたら他も、はい、って形で、ここがね、そう、渋谷ですよ、渋谷って感じ。あ、ちょ、そうですね、邪魔して、ゆっくり見ててください。ゆっくり見ててください。でね、前にも紹介したと思うんだけど、ここがね、こんな感じで、はい、ここからの景色が好きなわけですよ。ここね、よくない？ここね、あの裏渋谷って呼んでる、勝手に裏原宿ってあるじゃん、これは裏渋谷との、ここからね、こんな感じ、いい感じです。はい、こんな感じです。はい、ということで今日はね、ショーの一日ってことでやってきたけど、でこの後ね、まあ、腹減ったんで飯食べて、そして、夜はね、その新曲のイメージアップもあるんでね、それをやったりとかして、でその後トレーニングして、そして夜はね TikTok ライブの方もねしたいと思います。ということで今日のね、あのショーの一日、面白かったと思う人はね高評価お願いします。でまだね全部全然上げてないんで、で一日一日ねやることが全然違うんで、まあまたタイミングでこの動画、またやってほしいって人がねいたらね、またやりたいと思います。ということでね、今日のショーの YouTube はこの辺でお別れしたいと思います。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る。俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。